安倍元総理の死去を受けアメリカのトランプ前大統領は世界のとてつもない損失だと弔意を表明しましたトランプ前大統領は8日ラスベガスでの演説で弔意を表明し安倍元総理を平和と自由そして アメリカと日本のかけがえのない絆のために絶えず努力をしてきたと高く評価しましたまた中国の習近平国家主席がきょう岸田総理に弔電を送り安倍元総理は在任中中日関係の改善に努め有益な貢献をした突然亡くなったことに通責の念に絶えないと述べました